いい感じだね。いやすごい、マジすごい、マジすごい。え、めっちゃ早くなりましたよね。何が早いですね。すごい。ちょっとやってみますか。やりたいですね。ちょっとこれができるように頑張ります。ねえ、練習していきましょう。高橋さんの走りどうですか。いやもう完璧ですね。完璧です。さっき本人も完璧。世界のアッチハラから見てどうですか。高橋さん、はい、いやかなりのレベルです。あ、そうなんですね。はい、うん、すごい。なんかちょっとあの自信過剰な部分もあって。でもね、本当にうまいですよ。高橋さんは世界選手権出たんですか、ね、え、そうなんですか。そうなんです。え、世界選手権ってだって誰でも出れないですか。誰でも出れない。そんなうまいんですか。じゃあうまいです。すごい。もう全日本選手権は当たり前に出てるし、世界選手権も出てるんで。すごい。実はすごいんですよ、高橋さん。すごいですね、うん、初めて知りました。奈良市の時はアイドリングをちょっと高くしてたから、はいはい、これでもう今奈良市終わってくればアイドリングをもっと下げてきてあげれば、これで完了ですからね、うん、ほぼ大体いいと思います。じゃあ本当にあれですね、うん、ボトル1個で1本ちょっとこれ鳴らすやつでいけちゃうんですね、うんうんうん、これで、うん、もしあれだったら、うん、自分でこの硬さを見てもらうと、はいはい、今まあ触ってもらうと、はい、一番トップのところで、はい、あ、はい、ポンって取る、うん、取る、これが硬いところはいいんです、最後硬いのは、これがいいところなんです、はい、でもその手前が全然キュッキュッキュッてないんで、はい、一番上であの渋さがなくなってるからちょっとぬるっとした感じですね、うん、そうそう、このままギュッギュッギュッていかないで、はい、そのままポンって回るところまで行ってれば、これあったかい状態でこれだったらもういいところなんで、やっぱ最終見るのってやっぱこの 手になるんですね。手になります、最終的には。 で、ね、でこの時にまだ上で少しあったかい時でもキュッキュッキュッってなるようだったらまだもう少し回し回さないといけないし、これで次のレースできましたね。あとはこれでニードルを細かくもう少し調整してて、合ってきたらクラッチを合わせてするっていうふうにすれば、レースでバッチリ仕上げると、もう鳴らしはこれで。ちょっとこれ今ね、はい、ちょっとタイヤを、うん、なんか鳴らし用の、 あのボロい練習タイヤつけたんですよ、うん、で一回ちょっと、まあ、ある程度合わせてタイヤ履いて、うん、ワンタック気持ちよく走らせてもらって、ブレーキもちょっと調整していいで、うん、やってみますか、そしたら。 ありがとうございます。じゃあそうしてみます。タイヤ持ってきますね、うん、三浦さんって調節うまいんですか。三浦さんめちゃめちゃうまいです。すごい。三浦さんが調節して世界選手権優勝したことが何回も。ですか。僕もあって、うん、で他の人にも他のドライバーの調整もしてその人に、とかっていうのがそんな腕いいんですか。名注目。めっちゃすごい人じゃないですか、はい、すごい。実はすごいんですよ。マジですごいですね。すごい。そんなすごすぎる。その人に高橋さんが見て笑ってるんで、高橋さんはもうかなりあのいい条件でこのライブコンを勉強してるってことですね。なるほど、はい、すごいな。で今日はこれピンピンのまだ今初めて動かしたエンジンなので、ちょっとゆっくりゆっくり走行していく。最初はゆっくりやった。そうです、最初はゆっくりやらないと本当に車みたいに新車買って最初ってやっぱちょっとこうゆっくり走ってそう鳴らしみたいなって見るのと同じ感じですね。え、めっちゃ速い。これ皆さん速すぎじゃないですか。いやいや、こんなもんでしょ。マジですか。
いい感じだね。いやすごい、マジすごい、マジすごい、もう、はい、いい満足です。煙出るんですね。実際全部やっちゃうと思う時間かかっちゃうんで、うん、実際そのやらなくていいんですよ。うん、そうそう。二酸化炭素ですか。そうそうして、二酸化炭素ですか。で、二酸化炭素僕も分かってる。二酸化炭素。ただあんまり吸い込んではいい。吸い込まない方がいい煙だと思います。いやこれ、これこんな早かった、僕なんか久々じゃないですか今日。そうそうそう、それで早いのか、うん、本当に早いのか、なんか大変いやでもね、やっぱ、うん、まあ十分戦えるエンジンだし、はい、うん、電動カーやってる人には、はいはい、ピコのエンジンでもともと下のレスポンスは結構つくエンジンなんで、うん、なので高橋さんなんか下が欲しい人だから向いてると思う。本当ですか、うん、めっちゃ速くてびっくりした。そうだから、でこれぐらいスピード出れば十分楽しめると思うし、うん、いやいやいや、もうちょっと落としたぐらいです。ダメ、レースになったらもっとパワー欲しいですか、うん、まあね、エンジンも新しいし、やっぱその時にマフラーもね、やっぱ新しくするから、うん、絶対的にパワー出るんですよ。あ、まあ、今まで使ってきたと比べるとそうなるってことですね。そう、それはどうしてもそういうのがあるんで、あ、だからまあエンジン変える時はね、マフラーを一緒に変えていって使ってくると、うん、でまあね、こうやって意外と簡単に、うん、まあ、ペラ鳴らし終わってるから、その1時間鳴らしの時間に当てれば十分遊べると思うの で、うん、でも実際今撮影でね、こうやってやっても1時間もかからずに、かかってないけど、この怖いぐらいのレースレベルになっちゃったから、うん、そこまですぐできてるのが、うんうん、それがこの鳴らし済みのね、いいところだと思うので、うん、これはね、ユリギックスで売ってるエンジンのいいところだと思うので、はい、すいません、うん、本当にありがとうございます。またじゃあこれでレース出ましょうね。僕のイタリアの魂モンサっていかないで、今のは走り終わってもう OK なんですか。そうです、だいぶいい感じに鳴らせましたか。最終的には、うん、でこの時にまだ上で少し暖かい時にキュッキュッキュッって鳴るようだったら、まだもう少し回し回さないといけないし、皆さんすごいですね。そうです、プロみたいです。プロじゃないんですか。プロではないから、プロですね。職人です。メガブレクサー。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。